皆さんこんにちは。池田市立歴史民俗資料館学芸員の宮本です。この動画では歴史民俗資料館にあるいろいろな昔の道具を紹介しています。まあ、子どもも大人も皆さん楽しんでいってもらったらいいかなと思います。今回紹介するのはご飯を食べるときに使う、まあ、テーブルの仲間なんですけども、箱膳というものと茶舞台という2つの道具を紹介したいと思います。皆さんお家でご飯食べるときには椅子に座ってテーブルでご飯食べてます？それとも床に座ってテーブルでご飯食べてますかね？どちらでしょう？椅子に座ってご飯食べてるっていう人、はいはい、床に座ってご飯食べてるっていう人、はいはい、これね、池田市内の小学校に出前授業に行った時に聞いてみたら大体半々ぐらいでしたね。皆さんのお家ではどうでしょうかね。はい、昔はね、このご飯を食べるときには、一人一人、お膳っていう、まあ、小さいテーブルみたいになってご飯食べたんですね。で今でも、まあ、日本風の旅館なんかに行くと、こうお膳でご飯が出てくることがあるかと思うんですけども、まあね、昔使ってたのは、まあ、そういう日常を使ったのは、そういう豪華なやつではなくて、この箱膳っていう、まあ、この質素な道具なんです。で、これどういうものかっていうと、蓋を取ると、見えますかね？こちらのカメラで見るんですね。中に食器が入ってます。で、まあ、ご飯食べるときには、この箱膳を、まあ、水屋からも持ってきてですね、運んできて、自分の前に置きます。蓋をひっくり返して、この上に茶碗とかお椀とか、まあ、こう引き出しの中に入っている小皿なんですね。並べて、ここでご飯を食べます。今こうね、お茶碗でご飯食べたりするわけなんですけども、ご飯食べた後、まあ最まあ、今まで必ず洗剤で、食器洗いますよね。でも昔の人はこの箱膳の中の食器毎回洗わないんです。で、まあ、ご飯粒なんかね、お茶碗にくっついたりしますけど、まあ、そういうのにはここお茶とかね、お湯なんか入れてご飯粒を通してお茶を飲んで、まあ、ちょっと水で軽くすすいだ布巾で拭いて、でそれをまた片付けるんですね。で、まあ、食べ終わった後には、まあ、片付けるんですけども、さっきと反対ですね。蓋を取って、蓋の中に食器を片付けていきます。引き出しに入れちゃいましょうかね。こうやって片付けた箱膳をまた水屋に返しに行くんですね。これが箱膳の使い方。床に座ってご飯を食べるときに使うテーブルのことをちゃぶ台っていうんですけども、まあ、今でもこのちゃぶ台って使ってますよね。まあ、最近はなんかローテーブルなんていうね、ちょっとおしゃれた言葉になったりもしてますけども、今のちゃぶ台と昔のちゃぶ台とこう違うところがいくつかあるんですけども、ものすごく大きな違い、この真ん中の蓋が取れることなんですね。外れるようになってます。これ、なんでかっていうと、ここに七輪っていう道具を入れるようになってるんですよ。ちょっと七輪もらっていいですか？はい、ありがとうございます。これが七輪という道具ですね。これまた別の動画で紹介することがあるかと思うんですけど、これ中に炭とか豆炭とか入れて、こう燃やせるようになってます。で、これをここに入れるんです。これね、今でいうカセットコンロの代わりなんですよ。で、ここの上にちょっと舐めてもらえますかね。はい、これちっちゃいすき焼き鍋ですけども、これ鍋を乗せて、ここでまあ鍋料理を食べたりとか、まあ、汁物なんかのこう鍋をここに置いといて、あったかいものを食べたりするっていう、そういう、七輪っていう道具が入るように、ここの蓋が取れるようになっているんです。このちゃぶ台にはもう一つ大きな特徴があって、それは足が折りたためるっていうことなんです。見えますかね？ここに足があるんですけども、ここにロックがついてます。これを外して、足を折りたためる。こうするとものすごくこう薄くなるんです。わかります？薄っぺらくなってる。でこれをまあ運ぶんですけども、まあ、もちろん持ち上げて運んでも軽いからいいんですけどね、丸いのでこうやって転がして運んでいくこともできます。でこれをこう壁とかに、これほんまね、ガラスに立てかけたりするもんじゃないんですけど、まあ、壁に立てかけておくと、部屋がテーブルがなくなって広くなりますよね。で寝るときにはここにお布団を敷いて寝たりすることもできる。そういうためにまあちゃぶ台の足っていうのは折りたためるようになってます。このちゃぶ台っていうのが日本で広く使われるようになったのは大正時代ぐらいなんですけども、その大正時代の前の明治時代っていう時代には外国からいろいろな文化が入ってきているんですね。
で、この家族で食卓を囲んで食事するっていう、そういう文化もその頃に入ってきたというふうに言われてます。で、その外国の、家族でご飯を食べに一緒に食べるっていう、そういう文化と日本のこの床の上に座ってご飯を食べるっていう、そういう文化がくっついた結果、このちゃぶ台っていう道具が生まれたというふうに言われてます。で、1970年代ぐらいまでは漫画とかアニメとかにもね、この家族が集まるシーンではこう必ずこのちゃぶ台っていうのが描かれているんですけど、あのサザエさんとかね、ちびまる子ちゃんとか見てても、みんながこう集まっているところには必ずこのちゃぶ台っていうのを置かれてますよね。そういえばね、あの2019年昨年ですね、あの放映されたスカーレットっていう、あの NHK の朝ドラがあったんですけども、あのドラマの中でもお父さんがちょっと腹が出たシーンなんかでは、ご飯の乗ったちゃぶ台をひっくり返そうっていう、そういうシーンがあるんですけど、まあ、それをね、あのヒロインさん姉妹が一生懸命抑えるっていう、そういうシーンがあったんですね。これ、まあ、怒りの表現として、あのよくあった表現なんですけども、実際にこのちゃぶ台ひっくり返す人って本当にいたんですかね。1970年代半ばから1980年代ぐらいになると、ダイニングテーブルっていうのを使う人がかなり増えてくるんですけども、これ実はね、あの団地っていうのとものすごく深い関わりがあるんですよ。日本には昔、あの住宅改善運動ってちょっと難しい言葉ですけど、そういうのがありまして、寝る部屋とご飯を食べる部屋を、まあ、別々の部屋にしようっていう、そういう動きが、あったんです。で、まあ、ちゃぶ台を置いてあると、まあ、ついね、ちゃぶ台片付けてそこに布団を敷いてしまうんですけども、ダイニングテーブルを置いておくと、そこどうしてもご飯食べる専用の部屋になりますよね。まあ、そういう動きもあって、ダイニングテーブルっていうのが広がったというふうにも言われています。箱膳っていうのを使ってた時代には、まあ、家族の間でも、厳しい家ではちゃんと上下関係があったんですね。なので、ご飯を食べるときに座る場所とか、ご飯を食べる順番とか、そういうのもあのきっちり決まっていたっていう、そういう家もあったようです。で、このちゃぶ台を使って、みんなでご飯を食べるようになると、だんだんそういう家族の間での上下関係っていうのを薄らいでいくんですね。まあ、こうテーブル丸いですから、あのみんなで顔を合わせてね、ご飯食べると、まあ、こうみんなでこうワイワイ喋ったりするんですけども、そういうふうに家族がコミュニケーションをするっていう、使われる言葉に家族団らんとか一家団らんとか、そういう言葉が使われるようになったのも、このちゃぶ台っていうのが使われて始めた時代なんです。はい、じゃあ今回の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画も楽しみにしておいてな。バイバイ。